標津町は秋鮭の水揚げが日本一、寒流と暖流がぶつかる根室海峡は水産資源の宝庫です。作り育てる漁業を合言葉に、鮭やホタテの増殖に力を入れ資源を守っています。鮭は標津町のシンボル、観光資源としての役割も担っています。海釣りの公式大会オールジャパンサーモンダービーには、毎年全国から多くの太鼓坊たちが集います。人、鮭、自然の共存をテーマとしたサーモンパークは標津観光の目玉です。世界の鮭が目の前で泳ぐ展示水族館などがあり、鮭のことなら何でも分かる施設です。根室海峡を隔てて国後島を望む町標津、町内にはかつての島民が数多く住んでいます。一日も早い北方領土返還が町民の願いです。すぐそばに見えるからね、本当は行き来できるのが、自由にね行き来できるのが一番いいんじゃないかと思いますけどね。こう町の活性化とかにもなるとは思うんですけども、やっぱり自由に行き来できればいいと思いますよね。やっぱりここら辺にはない環境だとか、まだ資源とかいっぱい残ってますから。長引いてす全然進展しないから、ちょっとやきもきしてる部分もありますけども、ちょっとでも進んでほしいと思います。一歩でも。北方領土館は4島の早期返還の願いを込めて1979年に建設されました。戦後間もなくに始まった北方領土返還要求運動、その運動は標津町でも様々な形で行われてきました。戦後半世紀以上を経た今も、人々の北方四島返還へかける思いは変わることがありません。なんて言いましても生まれ故郷は北方領土ですからね、もう標津に落ち着いてからでもやっぱり国後島は毎日眺めてるわけですよ。ただ山陰だけは眺めてて、でその奥の方はどういうことになってるんだろうっていうことで、もう想像がですね、夢になっちゃいましてね。私が行くときはせめて自分のうちのあったとこあたりまで自由散歩ができる、まあそういう時になったら、行ってみたいな。子供大臣も一回行ってみたいです。そういう希望を持ってますからね。いや、息子の出会いは子供大臣を連れて、まあまあ見せてあげたいなと、それはほど考えてますね。毎年春に行われる鮭の稚魚の放流、子供たちの願いは4年後に成長した鮭が再びふるさとの川に戻ってきてくれることです。標津の川を出て北方領土に通じる根室海峡を泳いでいく鮭の稚魚たち、この鮭のように私たちも北方四島との間を自由に行き来できる日がやってくるに違いありません。